16式機動戦闘車は防衛省が開発した総輪装行車。16式機動戦闘車は開発事業名、機動戦闘車として2007年度に開発が開始され、2016年度の防衛予算から調達が開始された総輪装行車であり、積極的に戦闘に参加させる点から戦闘車に分類されている。施策、生産は三菱重工業が担当する。 普通化に対する直接火力支援と、軽戦車を含む、走行戦闘車両の撃破などに使用するための車両であり、主に機動手団及び、機動旅団に新編される、即応機動連隊、地域配備手団及び地域配備旅団に新編される、偵察戦闘大隊に配備される。即応機動連隊は既存の普通化連隊を母体に、飛行科の機動戦闘車部隊と、 野戦特化の重迫撃砲部隊が一体となった諸職種連合の緊急展開部隊であり、偵察戦闘大隊は従来の偵察隊と戦車部隊を統合した気候化部隊である。16式機動戦闘車は戦車ではないが大口径の手法を砲塔に備える姿から装輪戦車と呼ばれることもあり、戦車が担っていた任務を一部代替するものである。 特筆すべきは16式機動戦闘車の火力は74式戦車と同等であり、送輪車両の弱点である、命中精度の低さを高度な射撃統制機能などの新機軸導入によって克服が目指されている点である。しかし、履帯を有しないため戦場機動力に劣り、重量に制限があるため同世代の主力戦車に、準ずる火力や装甲を与えることは困難である。 それゆえ十六式機動戦闘車は戦車を完全に代替するものではなく、重式戦車と並行して配備される見通しである。上記の通り十六式機動戦闘車は戦車を代替するものではないが、予算上の制約により戦車は配備数を縮小廃止していく方向が二十五対抗や二十六中規模で示されており、飛行士団や教育部隊など戦車が必要不可欠な部隊は、 別として、本州や四国といった戦車の重要性が低いと、見なされている部隊では、戦車の運用を諦めることが想定されている。そこで16式機動戦闘車が全国へ配備される、ことによって、この車両が、戦車の担っていた、不評支援を代替する存在と見込まれている。一方で、機動戦闘車の車輪による軌道は、離体を有する戦車に比べて、 道路上での速度が高く、気候への負担が少ないという強みがある。戦車はこの欠点を回避するために、戦略移動中は極力自走せず、戦車運搬車で輸送される。その点、機動戦闘車は自力走行でも問題が起きにくいと見られ、速応性が高く運用の負担が少ない。他国では、イタリア陸軍が似たような運用を行っており、レオパルト一 a 5やアリエテなど、 主力戦車部隊はイタリア半島北部に集中させ、チェンタウロ戦闘偵察者は全国に分散配置されている。もしも南部で戦闘が発生した場合、チェンタウロ戦闘偵察者はアウトストラーダを利用して迅速に展開し、戦車部隊が南部へ到着するまでの時間稼ぎの役割を果たす。二0十六年一月十二日、防衛装備庁は平成十八年度、 16式機動戦闘車の契約希望者募集要領を公表し、採用時の名称は16式機動戦闘車となる見通しとなった。16式機動戦闘車は2004年の防衛計画の対抗基準とし、新規に陸上自衛隊が装備するべき車両として模索された。2007年度26億円の開発費が充てられ、本格的に開発が開始された。開発では、 将来総輪戦闘車両の研究施策や、重視機戦車の開発技術、成果を活用するとされている。また、この時点では、総開発費用173億円、試験終了を2015年と予定した。2013年10月9日に、防衛省技術研究本部陸上装備、研究所において、試作者機動戦闘車1号車が、初めて報道人向けに公開された。 また2016年1月10日に奈良市の演習場で行われた平成28年第一空挺眼公開はじめの装備品展示において試作車機動戦闘車4号車が初めて一般公開された。当初部に対する侵略事態やゲリラ、特殊部隊による攻撃などの多様な事態に対処するため優れた空輸性及び路上機動性などの機動展開力。 敵装甲戦闘車両などを、撃破可能な火力を有する機動戦闘車を開発する計画である。陸上自衛隊の戦闘部隊が装備し、普通化部隊に対する前進援護及び建物への突入支援などを担う。陸上自衛隊の原油装備である74式戦車及び89式装甲戦闘車は、飛空油性や路上機動性が不足するため、 戦闘地域へ迅速に展開することができない。一方、87式偵察警戒車や軽装高機動車などの送輪装甲車では、軽戦車などを撃破する火力や、目標発見を速やかに射撃する能力が不足するため、普通化部隊への火力支援が困難である。他の代替手段については、アメリカなどにおいて同様の戦闘車両を装備しているが、 いずれも要求性能を満たすものはない。また将来送輪戦闘車両の研究成果を反映する可能性を考慮すると諸外国からの導入は非効率であることから本装備の開発が決定された。本車は車体上部に砲塔を有する送輪式の戦闘車両であるブリジストン製のスタッドレスタイヤを8輪装着しており片側4輪ずつが 車体底面のサスペンションを介して、車体を支持する。サスペンションは、直立に配された油圧シリンダー及び、ダブルウィッシュボーンによって構成され、前輪独立喧嘩方式が採用されている。動力は、車体底面の中央にドライブシャフトを通し、このシャフトから、リファレンシャルギアを介して書く、前動力を伝達する。ソーダは、前方に軸が旋回して行われる。 車体底面に配された干渉機構及び駆動系統には走行が施されておらず、車体底面形状も地雷、または井戸にこうする設計を採用したものではない。このため、底面からの攻撃に対する脆弱性を危惧する評価がある。ただし、早期車両と比べ底面と地面の間の空間が相対的に広く、また、八輪駆動の場合、 車輪を1から2個破壊されても走行可能である。車体は防弾鋼板を溶接によって組み合わせている。車体用部には中空式の増加走行が取り付けられる。車体前方左側には出力 570HP のディーゼルエンジン、補い機類、オートマチック変速機を一体化した。 パワーパックが収容される。機関から排出されるガスは、車体左側に設けられた排気口から排気される。この後方のルーバーは、ラジエーター用のもので、パワーパック上面には、吸気口が設けられている。車体前方右側、パワーパックと平置して、操縦席が排されている。操縦は、パワーステアリング付きのハンドルで行われる。また、 高速走行時には操縦ハッチ上部に風防をつける。車体中央部にはターレットおよび砲塔を備えた戦闘室がある。この戦闘室には社長、砲手装填手が登場する。車体後部は弾薬保険多目的スペースとなっている。車体後面には乗降も可能な弾薬搭載用のドアが設けられている。全照灯は 試作者は丸型のハロゲン式のものを装備していたが、量産車はコイト製作所製の LED 式に変更されている。試作者量産車量産化に伴い 105mm 砲筒の形状に顕著な変更がなされた砲筒は全部が設計形状を持つ鋭角的な形状を採用し、また、腰部には中空式の増加装甲を取り付けている。砲筒には 国産の52口径 105mm ライフル砲、及び 7.62mm 同軸機銃を備え、砲塔上部には 12.7mm 重機関銃、M2 を搭載する。砲塔両側面には4連装発煙弾発射機が、それぞれ装備される。後方から見て、砲塔中央に置かれた砲の右側前方に砲手、その後ろに車長が位置する。 砲を挟んで左側には装填手が位置する。砲塔後部は砲弾ラックである。砲塔に自動装填装置は採用されず人力装填のみとなっているが、これは砲塔設計時のレイアウトや重量との兼ね合いから装填装置の搭載が断念されている。砲塔前面の左右にはレーザー検知器が装備されているが、これは全集に対する警戒能力はなく、 県地域は前方180度と速報の一部のみである。後方から見て、砲塔上部中央の右側には、社長用の全周視察装置付きハッチが設けられている。この前方に大きなフードのついた、報酬用サイトが装備される。中央部には GPS、左側に装填主要ハッチ、この前方には、全周旋回サイトが置かれる。また、砲塔後部に、 気頭式のタレス射性環境センサーが置かれる。手法には、排煙機などのデザインに、イギリスの L7 系 105mm 砲の影響が見られるものの、新規に開発された国産の砲である。砲弾は既存の 105mm 砲弾を使用する。砲身が一口径へ延長されており、また、ライフリングに合わせて、螺旋状に開口された多項式方向性大気を備える。 後方から見てこの方向付近の左側に方向消防装置が設置されている。タイとなるレーザー操縦信部は棒縦左側上部の開口部に設けられている。この下部に同軸基銃口が開いている。砲を挟んで右側には放射用の直接照準メガネが装備される。本社は重視戦車から反動の制御技術、 射撃統制装置などの技術が流用されており、目標に照準を合わせると、車体が動いても手法が、目標に指向しながら砲塔が動き、走行しながらの射撃が正確に行える。射撃中距離域において、敵走行戦闘車両の撃破に使用する火器として、52、合計 105mm ライフル砲を装備している。本車両の武装に 105mm 砲を採用したのは、 74式戦車の弾薬を転用するためである。平成21年度予算では、機動戦闘車用に、91式1 0 5ト、mm、ル多目的対戦車榴弾が購入されており、対戦車攻撃能力を持つことになる。現代では、技術の進歩によって1 0 5ト、mm、ル砲用アップフスズの、性能は、飛躍的に向上しており、ベルギーで二千二年に開発された m a 3は浸透力が5 0 0、mm、トルに達している。これは90式戦車で使用されている JM33 の原型である DM33 を超える。送輪車両は一般に戦車よりも軽く、軟体のタイヤで設置しているため、射撃時の安定性において不利である。しかし、16式機動戦闘車の射撃統制装置や、反動抑制機構には同じく三菱重工業が、 開発した重式戦車の成果が応用されており、2013年10月9日に陸上自衛隊により公開された動画では走行中に速報へ射撃する場面が捉えられており、また2018年富士総合火力演習では、旋回時も含めた高進艦射撃の実演が行われており、16式、機動戦闘車が実際に高い射撃安定性能を有していることが伺える。 諸外国における 105mm 砲を装備した8輪の総輪装甲車として、イタリア陸軍のチェンタウロ戦闘偵察車や、アメリカ陸軍の M1128、ストライカー MGS など、複数存在するが、公開された車両は、チェンタウロと同様の通常型の砲塔であり、M1128 ストライカー MGS のように、砲塔バスケット内の乗員を砲塔リングより下に、 配置する停止性砲塔ではない。なお、前者は対戦車自走砲後者は自走風評砲としての運用を想定した車両であるが、将来総輪戦闘車両の構想図において、記載されていた16式機動戦闘車と同じ、位置づけの車両には自走対戦車砲と記述されていた。敵風評の主な傾向下記に交担できる、防護力を保持するとされている。 結晶つぶび化防弾鋼板などの鋼板が用いられている。平成21年度予算では84メートル MRR 対戦車榴弾が16式機動戦闘車の防護試験用に調達されている。外部後映し鏡をつけた機動戦闘車16式機動戦闘車は8つのタイヤで走行し、舗装路面上を長距離にわたって高速で移動できる。その一方で、 ソ輪車両全般に共通する問題として、車輪の特性に起因する不正地走行性能の低さが懸念されている。不正地走行性能の低さ、すなわち路外機動性の低さについては、一連のソ輪先頭戦闘車両の開発において、路外を走行する際の車体動揺を抑制する技術が研究されており、この振動抑制技術の導入によってある程度の 路外機動性を有する見通しである。駆動方式に送輪式を採用した理由として、早期式に比べて優れた路上機動性を有すること、前日のように一定の路外機動性を実現する、目処が立ったこと、比較的構造が簡単なことに加えて、将来送輪戦闘車両の研究成果を反映できることから、開発、取得、維持費などを含むライフサイクルコストが低く抑えられる、 ことなどが挙げられる。NHK の報道によると、16式、機動戦闘車の重量は26トン以下で、最高速度は時速100キロメートル以上である。戦略機動性については、航空自衛隊の c に輸送機による空輸を考慮しているという。セミトレーラー上の機動戦闘車なお、出動や訓練等で行動を走行する自衛隊車両は、 車両制限令の適用除外ではあるが、自衛隊の特殊車両が行動を通行する場合には、これらの法令及び省は四48年に締結された建設省と防衛庁の覚書に基づき、道路管理者への通行経路等の通知を行う必要がある。本車両は全幅が車両制限令の規定を超えており、重量も25トンを超えているので、重さ指定道路を含む、 総重量の制限値を超えている。よって自衛隊が本車両で行動を通行する場合には、経路に応じた道路構造保全の措置を講じた上で、道路管理者に対し通知を行わなければならない。平成18年度の政策評価書では配備先が飛行家部隊となっていたが、平成19年度の政策評価書では、戦闘部隊に変更された。防衛省が公表した。 我が国の防衛と予算平成20年度予算の概要の中で装備化する場合、戦車と合わせ戦車数量を超えないことを想定した開発と書かれている。これは予算の削減を求めている財務省との接触によっては16式機動戦闘車が戦車定数に含まれ戦車の実数がさらに減る可能性を考慮してのものと考えられた。 25対抗では大規模な着上陸進行への備えを最小限に保持し効率化、合理化するとしており、戦車は北海道と九州以外に所在する作戦基本部隊が装備する戦車を廃止して741両から300両に半減させ、隣国と近接する北海道と九州に戦車を集中配備し、迅速かつ柔軟な運用をするため道路での走行に優れた 機動戦闘車を全国的に配備する方針である。平成三十五年度までに約二百両ないし約三百両の配備が検討されている。二十六中規模では九十九両の調達と機動士団及び機動旅団の即応機動連隊への配備が計画された。このほか機動展開後に広域展開を行う地域配備士団の偵察戦闘大隊への配備が 計画されている。作戦基本部隊では、2017年度末に第8師団と第14旅団に新編した即応機動連隊に最初に配備された。2018年度には第6師団及び第11旅団の各1個即応機動連隊と第4師団の偵察戦闘大隊に配備された。陸上自衛隊富士。 学校陸上自衛隊武器学校北部方面隊、東北方面隊中部方面隊西部、方面隊北部方面隊東北方面隊中部、方面隊西部方面隊,方面隊三菱重工業は2014年6月、フランスの陸戦兵器、セキュリティ関連の日本市ユーロサトリで8輪装甲車、マブを発表した。マブは16式機動戦闘車の技術を流用した、もので、 防衛省主導でなく三菱側の自主開発で進められており、すでに試作車両が開発され、車内試験が行われている。マブの APC 型のサイズは、全長8メートル、全幅2.98メートル、全高2.2メートル、空気重量18トン。これらの数値は、スラット走行や反応走行は含まれない。最大戦闘重量は28トンである。 展示された模型にはスラット走行が装着されていた。地雷、井戸対策として車内にはフローティングシートが採用され、車体底部にも V 字型の増加走行を装着できる。乗員は社長、操縦士含め十一名となっている。九十六式送輪走行車の後継車両として開発されていた送輪走行車の開発中止を受けて二0十九年度予算で 直送輪走行車導入候補車種の試験用車両の名称で直送輪走行車取得のため車種選定に必要な試験用車両の取得等関連経費として21億円が認められ同年9月10日に機動走行車パトリアムブラブ6.0の3案で選定を行うと発表されたためその候補になっているマブは 派生型も検討されており、APC 型よりもキャビン部のルーフを高くした装甲野戦救急車、式通信車などが提案されている。また、30ミリ機関砲を搭載した不評戦闘車型、120ミリメートル自走迫撃砲型についても開発が検討されている。ありがとうございます。